け！おちゃん、大丈夫か？ありがとう。お礼をしないとね。驚くかもしれないけど、これは世界の真理に触れるための鍵なんだ。なんかビリビリする。お、お、何これ。あ、ぶぁー、どいてどいてどいて。ごめんなさい。横からいきなり突進されたらついやっちゃうじゃない。って、なんだ今のは。気をつけなさい。何やってるのよ。本当に時間ヤバイング。あ、何やってんだよ、さっきから。こいつが剥がれねえんだ。最近ネットで流れてるミリオタたちの噂話なんだけどさ。お？そう、シーリングコンバットデバイスだったっけ。その兵器が何者かによって持ち出されて。バッカみたい。そんなことより正義、帰りに買い物付き合ってくれる？今日はど、ワイフかな。ワイフだね。そこアホなこと言ってんじゃないの。マジ、何なんだこれ。はーい。半日ぶり。え、ひったくり。私立晴海中学校3年。へえ、変わった名前なのね。返せよ。何すんだ。へえ、こっちも手加減しねえぜ。案外やるじゃないの。殺される。ごめん、やりすぎちゃった。微妙な手加減って苦手。あなた本当に中学生？お前って何なんだよ。おかしいと思ったわ。これが呪文、シールドと呼ばれる呪文の奏者の身体的な能力を飛躍的に高め、私のトリガーに当たるのがこのチョーク。これは高密度な大気でできた空気爆弾。質問あるやついるか。ん？赤塚、その顔どうした？喧嘩か？機密を喋りすぎです、注意殿。だから情報が漏れるようなことがあればただじゃ。って聞いてるんですか？聞いてるわよ。ヘマ。何よ、猫舌なの知ってるでしょ。もういい。どこ？なんなのよ、あのストーカー女。ちょっと文句言ってきてやるわ。さて。なあ、尾行するならもっとちゃんとやってよ。気になって仕方ないんだけど。え？そんなに呪文の力が欲しい？あ、ふん。かくぐ！誰が毒かよ！あなた大丈夫？で、トム？で、あ！こないだ話してたもう一人のターゲットの確保を試みたのですが。どんくさいんだから。ガキが調子に乗ってんじゃねえ。俺まだ負けてねえし。証拠任すんじゃねえ。呪文を起動したシールドは生物としてのスペックが総じて跳ね上がる。なるほど、確かにパワーやスピードは上がってる。
くれんじゃねえか。お前らの呪文も持ち帰って本国の母性の土産にして。なんだよ、なんでだよ、いつの間にこんな殺すだの殺されるだのいう世界に入り込んでんだ。こんなところで終わりたけなってよ。注意殿、今のは無限の呪文。そんな、まさか。